どうですか。本来だったらこれねないのかなとかね、なくてもいいのかなとか思うんですけど、とりあえずこれはめてるだけなので、これじゃ走れないですよね。多分走ってたら落っこちちゃうと思うんで、ですんで、じゃちょっとね前側なんですよ。横から見るとこんな感じなんで、結構隙間がね、まあ、できちゃうんですけど、これにくっつけてますからね。ただこれもあんまりこっちには入れられないですからね。で、最初はこのカバーやめちゃって、レンズだけね、ここに入れるっていうことも考えたんですが、で、結局これはね、ここに止めるっていうね。どうするのがいいのかなと、思うんですが、まあでも、試しにやってみて。で、これを止めるのは、ここにステーをね、こういう風にね、入れてですね、止めたらいいんじゃないか。ステーにね、ちゃんと固定する。で、こっちも同じように、こっからね、ステーを持ってきて、こう、やっつけになっちゃうな。でもまあ、ステー、横から見るとあんまかっこよくない？ああ、そうね。もう少しね、一体感があった方がいいですよね。でも、かといってこれをね、あんまりもっと奥まで入れちゃって、ってなるとね、これが出ちゃうんでね。どうですかね。やっぱりでも、したらこれやめて、レンズだけで、で、ステーで、ここに無理にね、これ止めるんじゃなくて、ステーでなんか作って止めるっていう手もあるんですね。後ろ裸になっちゃいますけどね。まあどうなのかなっていう感じです。まあ正面から見ればね、そんなに、まあ正面から見ればね、そんな悪くないんじゃないかと思うんですが、はい。イメージ的にね。真横ですよね、問題はね。ちょっとやっぱ隙間が空いちゃいますよね。どうでしょうどうでしょうって言ってもね、はい。さあ、とりあえずちょっとね、これは途中でございますが、はい。まあ少しずつ、とりあえず。はい。そうですね、ヘッドライト1個だけで、実際こっちです。両側でステンもね、4箇所止まっちゃえば、ヘッドライトにかかる負担もね、1本でね、止まってるだけなんで、負担も減るかなと。で、振動結構大きいんで、やっぱりね、負担かかっちゃうと、今でもね、もう、動かないぐらいには止まって、きっちりなんで、ちょうどきっちりぐらいしか削ってないんで、いい感じにはまってるんですよ。いい感じにハマってる。これない方がスッキリしていいですよ ね。これだけでね、切っちゃうわけがないです。変になっちゃうけど、ここでカットして、あ、でも大丈夫だ。いや、もうカットしちゃったらもうどうすることもできなくなるんで、ね、で、上だけ固定する。このリムにきっちりとこう接着しちゃできればね、いいですけど、そういうわけにもいかない。OK。とりあえず、ちょっと、はい。難しいな。まあでもね、なんとなく、こう、あ、こんな感じでっていう感じになりそうなんで、はい。ちょっと、進めていきたいと思います。